僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキ童です。バキ童が安心する部活動安心する部活動。はい。バキ童が安心する部活動の話をします。はい。なんですか、安心感。え？やりたい部活とかってことですか？入りたかった部活。安心する部活動です。安心するって何？はい、まあちょっとことのあらましを話しますと、はい、この間、青山学院大学母校なんですけど、うん、母校の学祭に行ったんですね。はいはい、行きましたね。の時に、まあ正直、ちょっとバレちゃって、うん、バレちゃってこともないけど、なんかその、あれ、バキ童じゃねみたいな。うん、学生たち。ですかみたいな。うん、で、写真を撮ってもらったんですよ、はいはい、これ自体はありがたいんですけど、うん、もう膨大な数の写真を、うん、要はもう僕に一応人が並ぶみたいな感じになっちゃいまして、うん、すごかったね、あれ。僕に興味がある人はいいけど、はいはい、なんなら見たことあんな、写真撮ってもらおうかみたいな、うい、ん、みたいな。そっか、列になってるし、ちょっとなんかそういう心ない写真も多かった、ね、はいはいはい、いやちょっとまあ嬉しいけどちょっといやだ、辛い時もあるな、うんうん、で、あんま女の人いないしと思いながらそっかと思ってたら、あ、一瞬、ふわっと、なんか、独特な空気に、空気感になって、はい、なんだこれ、すごい居心地がいいな、はい、なんだと思ったら、その、並んでたやつの先頭に、6人組で、バーっとこっちに寄ってきて、はい、どうも、鉄道研究会でーすサインお願いしますってこう、バーっとこう胸、はい、あー、シャツに。あ、鉄道研究会だと、はい、安心するな居心地がいいな、うん、そいつにだけこう仲良くするっていう、はい、その時にやっぱ鉄道研究会、うん、で安心するなって思った時に、うん、そうだな、俺が安心する部活考えとくかと思って、はい、安心しない部活と安心する部活があるんだ、はい、なるほど、そうそうそう安心する部活を、はい、探しておきたい、はい、一番違うことを言うと、はい、テニスアートがね、うん、テニスサークル、ちょっとそうですね、ドキッとしちゃう、ラケット持ってきてこうやって、いえいえ、ラケット持たない方がいいか、そうか、そうですね、テニスなんてやってない方が、そうだね、ラケット持ったらちょっと安心するもんね、うん、そうですね、テニスアートなのにテニスやってるって思って安心しちゃうもんね、うん、テニスは違うじゃないですか、うん、でもまあ俺軟式テニスはちょっとありだなって思ってますね、はい、軟式軟式テニス、あのでっかい球のね、柔らかい球の、はい、軟式テニスだとまだ許せるけど、まあでも軟式テニスのやつって自分のことテニサーって言うからそれだからちょっとまあ安心できないかなっていう、はい、あ、まあ文化系がやっぱ安心しますよね、そうですね、パソコン部とか、うん、何やっていい、俺は自分はパソコン部、生物部、はい、時々科学部にそうそうザ・陰キャの道で、高校から間違えてバドミントン部に入っちゃったんですよね、はい、あ、スポーツだけバドミントン部、仲いいやつがいたってのもそうだけど、うん、バドミントン部だけ女子のレベル異常に高かったんですよ、へー、可愛い可愛い、本当に多くて、へー、バドミントン部に入ると、はい、まあみんな夏だから暑いからアイスとか食べるじゃないですか、はい、ボーアイス食べてるとこ見れるぜみたいな話聞いて入ったことがあって、顧問とかも、はい、山口にはバドミントンは無理だ話をされて、何回も断られたけども、はい、そのボーアイスを舐めてる女の子見たいぞの一心でバドミントン続けまして、結局バドミントンの試合はほぼ出れなかったんですよ、そのバドミントンもそのアップはいはい、みたいな感じで、はい、ちょっとまあ運動した後、うん、ちょっと相撲みたいに取るんですよ、あー、はい、押し相撲、押し相撲みたいな、はいはい、押し相撲で僕最強でバドミントンで華奢なやつしかいないから、はいはいはい、そいつの動きをブンって吹き飛ばしてやっぱ強えな山口はよし本番やろうぜって言って笑ったら体育座りしてあれだったんですけど、あー、で試合で万が一僕に負けたやつがいたら、はい、引退した方がいいんじゃないみたいな話になって、実際2名ほど僕に負けたやつが引退した、ね、そういうのがあったくらい、だからバドミントン部はちょっと安心する、あ、俺は自分がやってたし、うん、まあ、テニス部に比べて陰キャだと思いますね、うん、うん、卓球部とかはね、こうそういうネタにもされがちな、そうですね、だ卓球部ってまあ俺はね、はい、陰キャではあるんですけど、はい、イキリ陰キャだと思ってんだよね、ほう、卓球やってるやつって、イキリ、まあ、稲中卓球部もそうですし、あ、僕がいたところの卓球部は顔がキム・ジョンイルそっくりなやつまあそいつはほんと嫌なやつなのよ、あ、本当に顔が嫌なだけで中身がいいやつじゃなくて、はい、中身もめっちゃ嫌なやつなのよ、うん、お金持ちってなんだよね、多分ね、うん、弁当に数の子をたくさん散りばめたお弁当、おお弁当ですよ、数の子じゃありませんかみたいな僕食べたことがなくてね、うん、一切れだけでいただけませんか、ダメだよみたいな、カズノコお前にやろね、そうなんだか、いいじゃありませんか、ダメだよやだな、カズノコ階級社会じゃない、食べてみたくて、明太子みたいな味なんですかね、全然違うよ、食べなくていいよ、いやそこなんとかこっから目で
でやっと、じゃあ食えよっつって、1個もらって1個食べた。美味しいですなぁ。もう美味しそうですかあ、すんだろみたいな。毎回5回までなきゃいけなかった。普通の人は1回2回で絶対食えるから。はいはいはい。そう。で、嫌なやつだったんで。ああ。そうですね。僕がやってるところで。なるほど。じゃあ、生き生きのちょっと節があるんだな。まあでも卓球部のイメージはあるね、正直ね。あとまあ、将棋部とか、将棋部か。はいはいはい。仲良くなれるんじゃないかな。どうだろう、頭良すぎんのかな。ああ、まあ、確かに頭いいイメージもあるかな。なんか、この人が将棋やるんだ、みたいな、かっこよさあるんだよな。うん、その、文化祭とかで囲碁将棋ってさ、はい。はい、じゃあ、本当に5会場開いてるわけじゃないですか。うん。対局できますよ。そうそう。で、そこでもう圧勝してるやつとかさ、うん。いつもバカにされてる先生が、はいはい。うちまででみああみたいな、英語の先生が言ったんですけど。はい、はい、そういう。なんて言ったんですか、うちまででみかな。これだけ思ってたけど。で、長い物差しを持って、はいはいはい、物差しに対してペチって名前をつけて、はい、バーンって来る。ペチじゃないじゃん。パーンって言ったじゃん。ペチが来るぞ、ペチが。お寝たらペチ来るぞ。はい、寝たらね、眠りし。バーン痛いよ、絶対。人が将棋でこうパチってやって、はい、ペチって。あ、そっちから来てたんだ。あ、すごいなって思ったりなんかして、こういうスマートな一面もあるんだなと思ったりもしましたけど、うん、陸上部とか、はいはいはい、割と俺は陰キャのイメージがあるけど、いや全然違うと思いますけどね。え、陰キャ陰キャだと思いますよ。陸上部にもよるじゃないですか。はい、その競技がいろいろね、玉投げとかさ、槍投げとかさ、はいはい、そのバスへの競技あるじゃないですか。そうですね、本当に大きい大学とかにしかない。そうそう、競歩。あー、競歩ね、競歩僕の部活にはなかったですけど、競歩でいけてるやついた？いねえよな。いねえよな。大学の陸上部はちょっと結構上位クラスの気がしますね。あ、大学で話をすると確かに、あ、大学までやってるってことはその自信も満々ですから、ね、高校でね、そういう実力をつけて、なんかタイトルホルダーで、なおかつ大学でね、うん、遊ばずにやろうってやつだから、それは自信満々だから、それは無理よ、うん、自信がない人が集まりそうな、まあ、なぎなた部。なぎなた、まあ怒られないようによくね、はい、結構女子がやってるイメージ。うん、なんかね、乃木坂映画やってたしね。あ、ほんと。うん、やっぱその長いなたを、はいはい、やはり何に見立ててか、その、フォークは語りませんけど、やはり。まあ、弓道部とか。あ、弓道は陰キャだよね。めっちゃ陰キャ。多分昔からそうだと思うよ。はいはいはい、おさむらさんの時代から、うん、陽キャは刀持っていくし、うん、で陰キャだから、弓道は絶対陰キャだったな。そうね、確かにみんな聞くのはね、その、早けっていうのになるって、弓道経験した人全員言ってるんですけど、早け。その弓をこうやるじゃないですか。うん、耳の後ろまでこう弦を持ってって、パンって弾くから、うまく手をひねんないと耳にバツンって弦がいくらしくて、これが怖くてどんどんこうここまで行ってないのにも怖くてこの辺でパンって離しちゃう、で早けっていうのになるって言ってて、これ弓道やってた人みんな言ってますね。弓道弓道あるあるね。そう、全員なんか臆病になってく。あ、弓道やると思う。確かに確かに。で、礼儀を大事にしますからね、かなりこう、だから礼儀正しく臆病な人ですよね。俺がね、前弓道部で結構仲良かった友人は、うん、結構何に対しても自信がないやつで、うんうんうん、おい山口、オナニーでさ、打者選手ってさ、手で受け止めるじゃん。受け止めた手とさ、しごいだってさ、どっちが来てないんだろうね。それは手の方は、そのまあ一応生まれた手だから、はい、精子が汚いって考えたくないから、あ、まあ、洗ってないだろうと思われる、はい、こっちをしごいた手じゃない、そうだよなって弓道部の俺のエピソード、弓道部の友達とのエピソード、誠に遺憾です。相撲部、あー相撲部なんか最強じゃない。相撲部、まあ高校までならもちろんいいけどね、うん、まあ柔道部相撲部の話になりますけども、はい、まあ柔道部とか俺やばいと思ってんのよ。あ、もう柔道をかけたくてしょうがない。あ、技をね、いるじゃん、あ、いたでしょ、うん、いたいたいた、野良柔道さ、帰ってくるやつ、うん、大学まで柔道やらずなんてもう、はい、でしかもオリンピックにも行かないやつだろ。その誰かを投げたくてしょうがないんだよ。基本的に投げられてきましたよ、柔道部。ああ技かけられたりとかね、はいはい、相撲部に関しては僕は周りにいなかったからあれですけども、うん、相撲の人って本当実は鍛え上げてるからさ、うん、
僕とかも全部脂肪で、それはもう夜中アニメ見たりとかずっとゲームやったりしこったりしてるだけですけども、その時間全部相撲に当ててるのが相撲部じゃないですか。だから実は全く話噛み合わないんだよ。へぇー。似た肉の山の二つ。はいはいはい。肉の塊二つなんだけども、全く違う動物なんですよ。全く。へぇー。これは思いますね。相撲やばいよ。逆にちょっと花形あるじゃないですか。野球、サッカー、バスケ。バスケ。で、まあ、ちょっと違うかな。まあ、ラグビーとかありますけど。ああ、大学行ったらラグビーですか、ね、割とこの4つの中だったら、どれがマシですか、ね、誰もダメ前提で。まあ、気が合いそう、ね。ラグビーになるんじゃないですか、それだったら。ああ、そうか。まあ、俺ラグビーですよ。あ、ボールペンさんラグビーか、うん。他よりはメジャーじゃないから。やっぱりね、選んでやってる感じが。足が速いやつって話が合わないから、基本的に。そう、ラグビー部やっぱちょっと難しいなと思って。僕の中高だと、はい、意外とオタクが多かったのが、登山部。登山部意外だな、まあ、多分大学でやってる人は本当にガチガチでしたと思う。中高ね。中高ぐらいだと、なんか、休みの日に、とか自然の多いとこに遊びに行けるぜぐらいの感じで、なんか何も入るやつがないオタクがめっちゃ集まってたんですよ。いいなで、僕もなんかその一員だったんで。あ、登山部ファンさん。中学が登山部で、はい、それは本当にあのバスの中だけ楽しくて、山が辛くて。しょうがないね。だから居心地は良かったから。あ、登山部いいね、それだったら。そういうのは意外といた。ああ、なるほどね、アウトドアにしても。確かにそれなんでこの部あるのっていう部活。登山部はそうですよね。面白いなぁ。そうだ、一応高校が鉄道研究部だ。来たぁ。あれは本当にいいですよ。鉄道だっていいよな。ファンさんって意外に筋金入りのお宅だな。登山部で、大人以外の楽しみ。鉄道、やっぱ安心するわけですよ。で、東大で落研なわけじゃないですか。そうだ、落研。3種類で落語研究会は。落語を喋りたいっていう変わり者、その今落語やりたいやつって変わり者じゃないですか、そうですね、お笑いをやりたいけど、お笑いサークルには入れない陰キャと、喋るのが苦手なんで、ちょっと練習したいですっていう陰キャ、この陰キャしか入んないんだって。3種類の、そう、3種類の陰キャしか入んないになってるから。そう、結構なんか遊び人みたいなところに入ってくるけど、すぐ省かれるじゃないですか。あー、その感じありますね。割と青学ですらそうでした。そうだ、確かに。なんか一回新刊で、僕らがその先輩の立場で1年生たちおいでってやってた時に、その来た子がちょっとチャラそうな感じの子来て、もう明らかチャラそうだから、ちょっと僕らが悪いですけど全然その子空いてしまって、そしたら最後その子がていうか、ここ顔面偏差値低くね、ぶち切れて帰ってたから悪かったからね。美術部もあって最後にいいと思います。美術部ね、絵1個描きゃ入れるじゃないですか。美術部だったら一瞬だけ、おーおー、いろいろ入ってるな。入ってるの時はなんか本当に1個制作しなきゃいけないんだけど、はいはい、みんな油絵とかある中で、僕だけ本当パソコンのペイントですぐできる。パソコンの、なんだろう、直線で弾ける絵、世界を使って、鉛筆って絵を描いてる。すごいシンプルな、鉛筆って絵を描いてる。なんだこれ。言われながら、それを展示して退部しましたね。あったあった、鉛筆ね。国の鉛筆。あったあったあった。そんなこともありながら。まあでもそれでも入れたわけですからね。いいんじゃないでしょうか。まあこれから大学入る人とかね、中高はやっぱ新学期、全然新学期じゃないか、多分上がる時期多分ですけど、新学期に向けてね、どこに入ろうかなって決められる人にためにも、やっぱいいちょっと、動画だったかもしれませんよ。意外にね、そうね、皆さんが思うグンピーが安心そうな部活がありましたら、コメント欄の方で呼びかけた送ってください。ではまた。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時回答インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。